はい、激辛好きな俺の辛食動画、始めていきたいと思います。今回は、スコビル辛麺の、激辛焼きそばです。はい。こちらですね。俺の中での、とりあえず、辛いか辛くないかの、ある程度の目安として、注意事項、辛みによる、刺激が大変強いので、お子様や辛みが苦手な方の、飲食には十分ご注意くださいと、注意書きが書いてありますね。しかも刺激が大変強いのですね。大変がついてるところが、まあ、あれでしょうか。うん。それでは、出来上がってますので、さあ、よいしょ。期待です。以前、スコビル辛麺の、なんだ、ラーメンバージョンは確か食べたんですよね。で、確か結構辛かった記憶はあるんですが、こちらは、あれということでね、焼きそばということで、果たしてペヤングの激辛に、叶うのかというところでも、ちょっと、どうかなという感じはするんですが、香りは、ペヤングの激辛に似てます。あ、なんかすごい。ふりかけがなんか、辛そうなふりかけの赤いやつが、ありますね。それではいただきまーす。まあ、辛いは辛いですね。ただ、かなりしょっぱくはないですね。全然塩味は弱いです。うん。個人的にもっとしょっぱいのが好きなんですけど。全然塩辛くないですね。辛いは辛いです。確かに。だけど、ペヤングの激辛の方が辛いな。微妙。確かに辛い。うん。うん。うん。これは辛い。確かに汗が出る。だけど、
ペヤング激辛ほどではないな。確かに辛いけど。そしてこの薄味。この薄味がまた、あんまり俺好きじゃないな。どうだろうね。あれの方が辛かったかな、ラーメンの方が。いや、どうだろう。ラーメンよりかこっちの方が辛いんだ、多分な。ちなみにこれは、安定の、ローソンで買いました。ローソンはね、辛い系がね、辛い系のカップラーメンが売ってるんで。行くんだったら、これが食べてみたいなっていう人は、ローソンですね。多分それ以外だと売ってないでしょ。確かに辛いな。まあ、体はどうする？どんぐらいかな？でも確かに、激辛ペヤング、並みに辛いのは分かった。激辛ペヤングは、数値いくつだったか覚えてないんだけど、まあ激辛ペヤングの評価ちょっと低いぐらいかな。ちょっと数値が覚えてないんですけど、多分50とかそんぐらいじゃないですかね。わかんねえ。それでは、ご視聴ありがとうございました。